オーランド・マニュエル・セッペダ・ペネスはメジャーリーグの元野球選手。ポジションは一塁種。右投げ右打ち。ラテンアメリカのベイブルースと呼ばれ、現役時代はブル、ベビーブルのニックネームで呼ばれた。熱心な総科学会員であり、その関係で来日もしている。選手時代オーランド・セッペダはプエルトリコで1937年に生まれた。父であるペドロ・セッペダは プエルトリコやカリブ海周辺国では、伝説的なスラッガーであった。1955年、メジャーリーグのスカウトを受けて17歳で、米本土に渡り、ニューヨークジャイアンツと契約。1958年、サンフランシスコ移転初年度のジャイアンツでデビューし、ナショナルリーグ新人王を受賞。ジャイアンツ時代の1958年から1965年の、 間に1095試合に出場し、657得点を挙げて、ウィリー・メイズやウィリー・マッコ・ビーラと共に1960年代のジャイアンツを引っ張った。1960年には日米野球で来日して、日本のプロ野球とも親善試合を行った。1966年のシーズン途中にセントルイス・カージナルスに移籍し、その後は複数球団を転々とするが、 その間の1967年にはナショナルリーグ MVP を1973年には最優秀指名打者賞を受賞している。1974年に現役を引退した。通算オールスター出場を9回。ワールドシリーズ出場3回を果たしている。引退後のセペダの生涯は波乱に満ちてものだった。選手時代の後半から怪我の治療でマリファナを常用し始め、 引退後の1975年、マリファナの密輸に関与したとして逮捕された。そして、懲役5年の有罪判決を受け1978年に、フロリダ州のエグリン刑務所に収監された。親子2代にわたって、プエルトリコの野球の英雄だっただけに、故郷での反発は激しく。 この間のセペダにとってはまさにハリのむしろ的状況で、メジャーリーグでも彼を出入り禁止処分とする球団も存在した。だが、かつての古巣、ジャイアンツが広報担当として、セペダに手を差し伸べ、セペダもそれに応えて再起し、青少年への薬物乱用防止キャンペーンや、刑務所の慰門、エイズ患者のスポーツ参加などに、積極的に貢献した。 セペダのジャイアンツ在籍時の背番号30サンフランシスコジャイアンツの永久決番に1999年指定2008年の MLB オールスターゲームのパレードでのセペダやがてその功が報われ1993年にはプエルトリコの野球伝道入りを果たしそして1999年ベテランズ委員会の特別表彰により青少年の模範として アメリカ野球殿堂入りを果たす。同年、フルスジャイアンツは、セペダの在籍時の背番号30が永久欠番に指定され、その功績を称えられた。2001年には21世紀最初のオールスターゲームの始球式を務める。他にも2000年にはニューヨーク州から勝利の人生賞を受賞している。2006年には日本で、要出版社から、 オーランドセペダ自伝が発刊された。2018年にゴルフのプレー中に倒れ、脳卒中と診断。現在は療養生活を送っている。ありがとうございます。